街中が大騒ぎになった謎の遺跡事件、そして謎の大地震。あんな大騒ぎでも時間が経つとみんな少しずつ忘れていくもので、いつの間にか私たちの周りに普通の生活が戻ってきていた。あの日から3ヶ月、新たが王子様になっちゃって、この町からいなくなってから3ヶ月が過ぎた。みんなには新たが外国に留学したことになっている。深森先生も静香お姉ちゃんも一緒にだ。騒がしい奴がいなくなって、最初はクラスにぽっかり穴が開いたみたいな感じだったけど、冬休みも終わった今ではそれが当たり前のことになって、一人分空いた席のことを誰も気にしなくなっていた。なのに私はあれ以来新たなことを考える回数が増えた。新たならああしただろうな、きっとこんな風に声をかけてくれただろうな、なんて。今でも朝時々ここに立ち寄ってしまうことがある。もう誰も住んでないこの家の前に。遅いよ、今頃になってあいつがどんな存在だったか気づくなんて。遅いよ、遅いよ、遅すぎるよ。また一人、さっきと同じ景色の中に取り残される。まるで全部幻だったみたいに。バカ、新たのバカ、王子様にでもなんでもなっちゃえ。扉があった。幻じゃない、新たが飛び込んでいった扉がわずかに隙間を開けてそこに立っていた。閉めとかなきゃ。違うな、そうだ、この先にあるんだもん。王子様を追いかけるお姫様の国が。
王子様は待ってるだけじゃやってこないってね。よーし、王子様のやつを捕まえに行きますか。大きくステップ、足を揃える。そして扉の向こうへ飛び出した。